マイケル・ハーディ・ボーイズは、ニュージーランドの法律家、元判事、17代目ニュージーランド総督。1931年10月6日に、ウェリントンに誕生する。ウェリントンの名門高校である、ウェリントン・カレッジを卒業した後は、ビクトリア大学ウェリントンへ進学して、文学士と法学士の学位を取得した。大学卒業後は弁護士となり、その後ニュージーランド高等裁判所に勤める。 1980年にニュージーランド高等裁判所判事に就任。1989年に控訴院判事、数密委員に就任。1995年に放送学院評議員に就任。ケンブリッジ大学、ウォルフソンカレッジ客員フェローを経て1995年に名誉フェローに就任。1996年3月に、 ジム・ボルジャー首相の指名を受けて17代目ニュージーランド総督に就任した。1997年にビクトリア大学ウェリントンにより名誉博士号を授与される。2001年3月に総督を退任。同年女王功績勲章を授与される。総督退任後はキリバス共和国高等裁判所判事に就任した。ありがとうございます。